皆さんおはようございます。10月19日月曜日の朝でございます。はい、よいしょ。さあ今日はね、大忙しですね。はい、今7時21分なんですけど、朝一はですね、東区のへさかの方に入れ替えに行って、でそれドバに持って帰って、今度は朝北区の口田にね入れ替えに行って、でそれをドバに下ろして、で朝10時にですね3現場目祇園の方にね手積みに入らないといけませんね。うん、うまい。うん、ね、山崎の肉まん今ね、今日朝2つこれ2つ持ってきましたけどね、温めてねチンしてスーパーで買ったやつなんですけどね。はい、そんな感じで今日朝からね3軒回らないといけないんでね、はい、バタバタですね。はい、しっかり頑張っていきたいと思います。うまっ、汚いなトラックがね。はい、朝一ね、今事務所着いたんですけど、はい、門ね、鍵が閉まってました。はい、鍵が閉まっておりますということでね、開いてないよね。たまにこうダミーでねかけてるだけで開けてくれてるとこあるんですけど、開いてないんでね、もうちょっと待っておきたいと思います。はい、あれからね、10分ぐらい待ちますとね、会社の方来てくれましたね。はい、今入れ替えが、一発目の入れ替えが終わりました。はい、7時50分ですね。はい、これからドバの方にね廃材持って帰りたいと思います。いや忙しい、今日は朝からね本当バタバタですね。はい、いやーあれあれ、はい、1現場目の廃材を下ろしました。でこれから2現場目向かうんですけどね、入れ替えにね。はい、もうここのドバからですね 2,3 分のところにありますんでね、これまあ行って帰って下ろして30分ぐらいで終わりますね。はい、でその後10時にね今度は祇園の方に手積みに行きたいと思います。いやバタバタですね、ほんまね、今日はバタ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 子さんですね。はい、はい、今日もね勝ち盛りですね、勝ち盛り戦隊でございます。はい、これをね入れ替えしていきたいと思います。はい、今ね2現場目の入れ替え作業終わってね、倉庫の方へ降りてきました。今8時47分ですね。はい、まあ祇園の方はねちょっと時間早めてもらったみたいで9時半になったんでね、はい、今から行って手積みをねしたいと思いますけど、これね今朝事務員さんが、あの女性のね方がくれたんですよ。これね1枚だけ取って、使ったみたいなんですけど、結構ね口紅がつくんでね、立体的じゃなかったんでこれがね使えないっていうんでね、あのうちのね娘ちゃんにどうぞっていうことでねこれもらいましたね、30枚入り、その事務員さんが1枚使ってで今僕は1枚取ったんでね、残り28枚ありますけどね、これ多分いけると思いますね、長女にねちょうどいいと思います。こんな感じですね。はい、ね、長女がねちょうど今あのマスクがね切らしてたとこなんでね、はいね、はい、非常に助かりますね。暑いですね。やっぱ仕分けしてたら暑くなりますね。今日もあのね朝一さっき一現場目のあの廃材持ってねドバに上がった時はピヤーっとね冷たかったんですけど、ひんやりしてたんですけどね、やっぱりね立て続けに2現場持って上がるとね仕分けしてると暑くなりますね。はい、ほてりました。はい、ということでこれからね祇園の方に向いていきたいと思います。はい、ここは朝南区の西原ですね。はい、西原のねちょっと狭いとこ走ってますけどね、はい、ここはね結構あの大型車も通るんでね入りますんでね、はい、なるべくね左側をね通行しながら徐行しながらね走りたいと思います。はい、で今から行くとこはね建築会社の、事務所なんで、まあそんなにね、もう全部下にね下ろしてあるということなんで、はい、そんなに時間はねかからないと思います。はい、サクサクっとね積んでね、もうこれで今3台目ですからね、9時半でね、はい、今日はね非常にとかだいぶペースがいいですね。はい、これ下ろしてねまたもう2台はね今日は走れるでしょうからね、はい、
2台どころか、まあ、普通に行けば 3台ぐらいは行けそうなペースですね。計合計6台ね、行けそうな感じですけどね。はい、今日明日で、明日がね締め日なんでね、給料のね、うん、しっかり今日明日でね、ちょっと仕上げをしたいと思いますね。しっかり稼ぎたいと思います。はい、昨日の夜からちょっとね体調不良でして、実は、はい、ね、なんか運動会が終わってね、運動会が終わって親父の方がね、なんか疲れが出てしまいましてねね、でちょっと体調崩してしまったんですけど、昨日の夜中もお腹が痛くてね、目が覚めまして、はい、子供をもう寝かしながらね、そのまま寝てしまいましてね、あの洗濯物を干すの忘れてて、で夜中の1時頃お腹痛くて目が覚めて、ほんで1時頃からね干したんですけど、うん、でそっからまあちょっと寝つけなくてね、1時間ぐらい YouTube でね、いろんな動画見てたんですけどね、はい、あの亀田史郎さんの最高ファイトクラブでしたっけね、あのボクシングのねプロテストに受かるためにあのねやってる動画サイトですけどね、動画チャンネルですけどね、はい、あれ見てたら寝れなくなってね、興奮して、うん、でまあ2時半頃まあ寝て、で朝方また5時頃ね、今度次女がトイレに行くって言って起きてね、うん、それでまあ目が覚めて、結局なんか今日はね熟睡ができてませんね、はい、まあそういう日もあります、うんね、はい、まあ忙しいですけどね、まあ無理せずね、無理せずまあ自分のペースでねがっつりやっていきたいと思います。はい、で非常に矛盾しておりますけどね、まあ、しんどかったらね、ちゃんと休んでね、休みを休憩を入れながらね、やっていきたいと思いますよ。さてさて、もうすぐ現場に着きます。うん。で、この辺りは2カ所ね、現場が事務所がありますね。うちのね、お客さんがね、ありますね。結構、住宅街なんでね。うん、ここも徐行ですね。はい。徐行で徐行でやっていきたいと思います。おっ。祇園とかね、山本の方は結構ね、狭いですからね、道がね。うん。はい、時刻が9時45分ですね。よいしょ、3現場目のね、今、祇園の手積みが終わりました。はい。非常に早い。ペースが早いですね、今日は。うん。もう10時前にね、3現場目が積み終わるっていうのはね、なかなかないことですね。はい。今のところもあの、手積みだったんですけどね。結構手伝ってくれましてね。事務所の方がね。はい。それで、10分ぐらいで終わりましたけど、はい。廃材の方もですね、木くずとか軽いものばっかりだったんでね。はい。一瞬で終わってしまいました。はい。まあこういうね、ラッキーな日もあればほんとね、全然もう、段取りがうまくいかずにと言いますかね、あの遠いとこからね、小運搬したりねしないといけない現場もあるんでね、家の裏から出したりですとかね、はい、あと呉の方なんか行きますと、狭い上にあと階段ね、階段の上りながら階段の上にねお家があったり しましてね、でそこから階段を何往復もしたりねして廃材を出さないといけないとことかもあるんでね、結構いろいろですよね、ほんとね、現場もね、はい、さあこれを下ろしてね、次は多分ね遠いとこ行かされると思いますよ、 4現場目はね、はい、はい、4現場目はですね、コンクリート柄をね、コンクリートのはつり柄を手積みしに行ってましたね、はい、で高架下だったんで非常にこもりましてね、もうすごかったですね、ホコリがね。はい。ね、こんな感じで、まあ、ね、綺麗なところばっかりじゃないですからね、現場もね。うん。すごいです。ホコリがすごかったんでね、ちゃんとマスクしてからね、防塵マスクしてからやりましたけど。ね。さあ、これから出島の方にね、コンクリート柄をね、処分しに行きたいと思います。はい。その前に、ね、お昼ご飯ちょっとどっかでね、食べましょうね。はい。今日ノンストップでちょっとここまでねやってきましたんで、よいしょ、はい、ここはですね、段原から肘山にかけてのね
通りですね、道路ですね。はい、右側はね、広電のね、市内電車の線路がありますけどね。はい、肘山神社がありますね、左側にはね。はい、さあ何を食べようかというお話なんですけど、もうね、こっから出島の処分場までね、一直線なんですけど、やっぱりコンビニしかないかな。コンビニしかなさそうですね。はい、そんなね、あの昼ご飯のためにね、回り道するわけにもちょっといかないんでね、今日は忙しいですからね。はい、はい、出島にね入りました。この出島はですね、南区の出島はあの大手のね運送会社さんとかね、そういった産廃屋さんもありますしね、そういった工場とか会社がね多いですね。はい、この先はもうあの一般のね住宅はほぼないですね。はい、大きいマンションがあるぐらいでね、左側にね。はい、ね、いい天気ですよ本当ね。あのだいぶやっぱり日中も仕事してても、まあ多少は汗ばみますけどね。はい、非常に仕事がしやすい、季節となってきました。気候になってきましたね。はい、ね、まあ、僕はもうあの私服のね衣替えはね、自分の服自体はそんなにねしませんね。はい、もう気に入ったデニムと、あとまあシャツ、はい、シャツと、あとまあ上に羽織るものですね、 GU で買った羽織るもの、まあそれとダウンジャケットぐらいですね、もうちょっと寒くなった時に着るね。はい、それさえあればね、もうしのげますんでね。多分春夏秋冬で僕多分衣装ケースが一つぐらいしか言いませんね。衣装ケース一つと、ダウンを引っ掛けておくハンガーがまあ二つぐらいあればね、はい、もう全然やっていけますね。はい、そんな感じです。うん、だからあんまり服とかにはねお金かけてないんで、その分ね、多分ね、僕見ててもらったら分かると思うんですけど、結構食費にねお金かけてると思いますね、あれでもね。はい、多分食費に一番お金かかったのかな。うん、やっぱりね、子供もね、子供子育てしてるとやっぱり一人なんでね、なかなかご飯とかも作る、毎日はもう作れないんでね、結構出来合いのものを買ったりねする時もあるんでね、食べに行ったりする時もあるんで、やっぱり一番かかるのは食費ですね。はい、うん、お昼ご飯もね毎日買ってますしね。はい、7がつくコンビニに、ね、到着しました。よいしょ、さあお昼ご飯を買おうと思います。はい、今日はね幕の内弁当を買ってきました。幕の内弁当ですね。はい、サバとか入ってますね。はい、それとまああとね、これカレー、カップヌードルのね、セブンの分のカップヌードルのカレーですね。はい、ここ、僕はこのねカップラーメンはここベリッと開けると、移動してる時にねお湯がどうしてもこぼれるんで、この中に袋とか入ってないタイプのこういうねカップヌードルとかは、ここにボスッとね指で穴開けて、でこっからお湯を注いで、で、セロテープでね止めて、お湯を漏れないようにしますね。はい、結構これねされてる方いらっしゃるかもしれませんね。どうしてもセブンのね駐車場で食べてると迷惑なんで、広いところにね移動かけるのにこぼれてしまうんでね、ここ全部ベリッと開けますとね、なんで僕はいつもここに穴開けてね、こんな感じでね、そしたらここからこぼれることはないんで、開けてないんでね。はい、いつもこうやってますね僕はね。はい、これ昔勤めてたね土木会社の先輩がねやってました。はい、ではいただきたいと思います。うまそう、ね、このヘリの方から食べていきましょうね。うん、僕は好きなものはね最後に食べるタイプなんで、うん、うまっ。ハムカツみたいなのが入ってますね。ハムカツ、うん、うまい。食べるものはねしっかり食べとかないと、体がね資本ですからね。はい、少々ねまあお金かかっても
ご飯はしっかり食べないといけませんのでね。うん、幕の内弁当の幕の内ってどういう意味なんだろうね。うまっ。うん、僕あの魚がね苦手なんで、サバが苦手なんでね、この幕の内弁当とか結構ね20代の頃とか敬遠してたんですけどね、食べなかったんですけど、やっぱいろいろ入ってるんで美味しいですね。うん、ああいうがっつり系のあのね、肉がたくさん入ったお弁当も美味しいですけどね、こういうのもいいですね、たまにはね。これ骨入ってないかな、これ骨もういあるんかな、これ、はあ、やっぱサバって美味しいね。うん、うまいわ。 あ白いご飯が進むサバ、ね、昔あの連れと一緒にあの吉牛だったかな、吉牛かすき家に行って、ね、まあ、僕は普通に牛丼頼んでたんですけど、その連れはね、お肉屋さん、牛丼屋さんに行ってわざわざあのサバ定食かなんか頼んでたんですよ。それ見てなんでここに来てそんなの頼むんかなと思ってたんですけどね。うん、その気持ちが少しわかりますね。うまいわ。あ、これ骨ないね。あ、今度から幕の内弁当買おう。うん、うまっ。あ、やば、もうお湯入れてちょっと10分ぐらい経ってしまいましたね。うん、ね、こんな感じで、まあ、あのちょっとお湯の量がね継ぐ時に見えないんで、もうそこはね、長年の経験と勘でねやるんですけど、ちょっとこれ少なかったかな、お湯はね。あ、こんなもんか。このカレーヌードルはちょっとねドロドロ気味で食べたいんでね、お湯ちょっと少なめの方が好きかもしれませんね。はい、あ、いい匂いね。幕の内弁当と今日はねカレーヌードルを食べたいと思いますよ。はい、猫舌なんでね。はい、ごちそうさまでした。非常にね美味しくいただきましたね。幕の内弁当ね最高。うん、今度からね幕の内買おうと思いますね。はい、いろいろ入ってますんでね。はい、さあしっかり腹ごしらえもしたんでね、うん、今時刻12時41分ですね。はい、1時にね処分場の方に下ろしますんで、もうね目の前が処分場なんでね、はい、あともう20分弱ねここで休憩しておきたいと思います。はい、もう午前中これで4台走ったんでね、昼からもう2台走って、今日6台ですよ、6台ね。ね、せわしいですけど、まあ、ね、しっかり、ね、稼いでね頑張りましょう。うん、ね、稼げる時に稼いとかんと、またいつ暇になるかわからんのでね、うん、僕ら歩合稼いでなんぼなんでね、感じで昼からも頑張っていきたいと思います。はい、では本日も長々とご視聴ありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。